注文いいですか？かしこまりました。ではお電話番号お願いいたします。090。ありがとうございます。お名前をお願いいたします。リカちゃんです。はい、お客様、お届け先のご住所お願いできますか？川崎市。ありがとうございました。お客様、ではただいまですとお届けまでのお時間50分から70分いただきますが、ご都合いかがでしょうか？大丈夫です。ありがとうございます。ではご注文お決まりでしたらお伺いいたします。フィレオフィッシュのセット。はい、お一つで。はい、はい、と、照り焼きバーガー。照り焼きマックバーガー単品でしょうか？はい、こちらは単品で。はい、単品でお一つで、シャカシャカチキンのチーズ味。はい、シャカチキンをチェダーチーズでお一つ。はい、あと、プッチンプリンの新しいやつ。はい、プッチンプリンは S と M がございます。 S で。かしこまりました。プッチンプリン S サイズをお一つ。はい、少々お待ちください。お客様、フィレオフィッシュセットのサイドメニューはいかがなさいますか？ポテトと、はい、ファンタグレープ。ファンタグレープをではお付けいたします。はい、その他にご注文ございますか？大丈夫です。今ですと商品代が1400円となってますので、あと100円分ほどご注文が必要となってきます。はい、あと100円。はい、そうです。何かいいのありますか？100円だと、一番近いのだとサイドメニューのアップルパイが120円。アップルパイ。はい、あとはハンバーガー単品が130円。あ、じゃあプッチンプリンを大きくすれば大丈夫かな？じゃあ M サイズに変更ということでよろしいですか？それで足りますか？それであと10円足りないので。10円足りない。ファンタグレープを、ね、サイズアップにするとプラス20円で可能になりますが、どうでしょう？じゃあファンタグレープもサイズアップで。ありがとうございます。はい、以上でよろしいですね。よろしくお願いします。はい、ではご注文内容を復唱いたします。はい、まずはフィレオフィッシュセットをお一つで、ポテト M サイズにファンタグレープはサイズアップの L で。はい、で単品で照り焼きマックバーガーをお一つ。はい、シャカチキをチェダーチーズでお一つ。はい、マックシェイクのプッチンプリンを大きい方 M サイズでお一つ。はい、以上の内容でお間違いないでしょうか？はい、大丈夫です。ではデリバリー料300円を含めまして税込みで1810円です。はい、よろしくお願いします。どうもありがとうございました。はい、じゃあね、ありがとうございます。あ、はい、失礼いたします。プロだわ。普通に出前頼めんだね。ねえ、しかもさ、途中でさ、なんかお母さんみたいになってたよ。気づいた、みんなお母さん口調に変わったんで、この人一瞬ね。子供が頼んでんのかと思ってたんでな。ちょっと一瞬ね、お母さんっぽいね、ニュアンスが出てきたのよ。わかった？あの変化に。ちょっとね、お母さん風になってたね。変わった瞬間あったのね。サイズアップの時で、サイズアップの時に、ちょっとね、お母さんっぽい感じになったの。オッケー、じゃあこれで50分後もやだ。わー